な時間に、なんでこんなに人が集まってるんだ。ああ、凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは教令院の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの。潜在意識に情報を投入できるようアーカー社端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ、みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファトスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。大丈夫、シティの外で会いましょう。自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の期待、まだ羽の生えそろわぬ鳥。それは寿命に支配され僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は生まれたばかりの真っ白な巻物のような神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。Thank you.
知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識、スカーレットキングがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上事が心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じれば、スカーレットキングに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。
この恩だけは永遠に忘れてはならない。